農園に猫の兄弟グレート猫の兄弟トラがやってきましたよ。2匹は猫の兄弟でした。昔猫と一緒に過ごしたことがあるんだって。すみっこたちが農園を始めたと聞いて見に来たみたい。猫の兄弟グレート猫の兄弟トラにしっかり働いてる姿を見てもらおうね。よし、猫の兄弟とミニゲームのイベント始まりました。よろしくね。じゃあミニゲームどんぐらいやってるのということで見てみましょうか。ふい、ミニゲームステージは365ですよ。すごいあ、大変だこっからまあ頑張ってやっていきます。よし、おお、ボーナスちょっと増えた。やったねー。じゃあご褒美見てみましょうか。ぎゅーい、おお、かわいいアイコン。4000までということで、とりあえずいっぱいやっていきましょうかね。レベルアップ、イエイ、レベル34になりましたよ。あらまあ、おお、なんかブランコが追加されたね。よし、じゃあ最後いきますか。よし、アイテム受け取りました。すみっこ宝箱です。初めてね、すみっこ宝箱開けるんで、どんなものなんでしょうか。じゃあ早速いきましょう。すみっこ宝箱、え、何が出るんだろう。オープン。あ、秋のレシピですね、まずね。お、椅子3つ。お、夏のレシピ、ビーチパラソル緑。冬のレシピ、お、柱のレシピ2個、いいね。春のレシピ、いいね。皮のレシピ2個。お、水辺のレシピ、敷物、いいね。鉢植え、お、レベル10じゃないですか。サンセベリア、観葉植物かこれ。お、風船、風船あざす。おー、いっぱいゲットできた。いや、嬉しいですね。すみっこ宝箱もゲットできて、ほっと一息イベントも終わりました。いや、いいですね、すみっこ宝箱、嬉しいな。またイベントでね、報酬でもらえると嬉しいですね。よし、じゃあ皆さん呼んでみましょう。あらまあ、やば、めっちゃ可愛い。え、めっちゃ可愛い。え、もう一回呼ぼう。あ、超可愛いじゃないですか。よし、ということで今回はすみっこ宝箱、新しいイベントの始まったという動画でした。他にもね、動画ありますので、面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。ではまた別の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。それはなよでした。